はい、お疲れ様です。はい、ということで、じゃあ1本目、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろうね。だからさっきのは0本目ね。え？だってもう今日出しちゃうわけだから。取りだめしてる感じで。これからが取りだめ。さあ行こう。行きましょう。はい、行こう。ということで、はい、前回ね、はい、バディーズラボに改名しますって話をした時に、はいはいはい、どっちが上なんだっていう話。え、その研究員として。うん。僕でしょ。いや、私でしょ。何をどう履き違えたら君になるの。この小娘が。小娘黙れ、間違いない。黙れ小娘。え、なんだ令和のモロ。あ、何モロって。こののけ姫。あ、令和の黙れ小娘。まあ、あれは小僧だね。令和の。で、どっちがまあ知識的にちゃんと入ってるのか、はい、っていうのをやっぱ試さなきゃいかん。本当ですよ。それででも僕はね、あの認知症ですからね。認知症かもしれないけど、うん、こんだけ1年やってて忘れるのもどうかと思う。日本で俺認知症ですからねってボケするのは多分俺だ。それ許されてるもんあなただけだと思う。ちょっと叩かれますからね、こんなこと言ったら。本当に。まあということで、はい、クイズを準備してきましたんで、お二人に、解いていただいて、はい、点数が多い方が上と。はい、え、勝ったら何もらえるんですか。お前さ、え、もうこんなやつと勝負するのやだわ。え、何かのためにやってんの。え、潔くていいね。全然そのバディーズのため、バディーズのため、桜のためにやってんだから別にご褒美なんて。はい、ということで、はい、早押し問題で、はい、早押し10問準備します。はい、いや、まあ、もう一番簡単なとこからいきましょうかね。全何問ですか。言ったじゃん。本当に認証。僕認証なんで。ごめんなさい、私も忘れました。嘘でしょ。おい、ここ大丈夫か。行きましょう。はい、ではじゃあ1問目からいきましょう。はい、桜坂46の、うん、現在の、え、27人。正解。あーね、もっと違う、これ早押しっていうのが、そう、早押しなんだ。そうです。次行きましょう。切り替え早。次行きましょう、今言ってる。え、何問でしたっけ。15。え、これ同点かもしれないってこと。5-5だったら、5-5だったら、そんな気温なことあるかな。いきますね、はい、問題2つ目。桜坂46のファーストシングルのタイトルは何。カレさん、ノーバディホルト。違います。え、読み方間違ってる。回答権、はい、え、ノーバディーズホルト。正解。イエーイ。S が抜けてます。ノーバディホルトだと違う意味だ。確かに。ここで、ここでてか知ってたし。腹立つわ。ね、こういうミスを誘う問題ってことですよね。ちょっとネイティブすぎたかな。ネイティブって言ってたんだけど、ズは。ノーバディです。そんなフランス語みたいな S 出ないです。むずっ。それはいい、細かいな。ちょっと待って、いやいや、でも俺ら割といける。割といける。いや、だからちゃんと復習してんだな、が今多分視聴者はおちゃんと勉強してんじゃいにはなってる。なめんなよ。本当ですよ。じゃあ3問目、はい、桜坂46の現在のキャプテンは誰でしょう。うわぁ、ビッグ。絶対俺だ、今の俺じゃない。私、いや、今が多分若干カレさん。まつりちゃん。じゃあ正確にお名前は、松田里奈ちゃん。はい、正解です。松田里奈さん。ごめんなさい、瞬足がない。じゃあ一回大丈夫。私の、あなた、それは運動神経の問題。君だから僕の手元見て押してんじゃない。なんで押されたみたいな。そのギリギリを狙って。、うん、やばい。はい、じゃあ4問目。はい、サミダレよ。え、どっちだろう。山崎てんちゃん。
違います。回答権移ります。簡単な方か。サミダレオは何枚目のシングルでしょう。簡単な方か。腹立つな。え、何ですか。間違えろ。いいですか。はい。ちょっと待って。ちょっと待って。5秒前。えぇ、4、3、2、1。4。正解。チバチじゃん。さあ、俺前いい勝負ですよ。2対2、いい勝負。2対2。これ、ちょっと先生すみません、ちなみにですけど、はい、今僕迷ったんですけど、ファンとして4曲目山崎天ちゃんとしたらどうなってます。いや、それダメ。うん、そうです、ただ一択、それじゃあ2つの答えになっちゃう。何の何でしょうになるわけですからね。そう、それだったらそれで正解。リスクがね、やっぱり腹立つよ、おこぼれ野郎がよ。今疑問でるところでおこぼれだからね。おこぼれ野郎がよ。最後まで聞かないのが悪い。いいですね。じゃあ5問目、6枚目シングル、うん、スタートオーバーのセンターは、うん、え、普通でいいんだよね。かりんちゃん、藤吉かりんちゃん。はい、かりんさんです。負けです。わぁ、あげない。かりんさんです。違うかなって思ったんだよ。今何対何？今3対2。カリさんが1点リードです。厳密に言うと4対1。あー、なんで？取られてるから。間違ってるから。このままカリさんがリードできるのか。やだー。6問目いきます。はい。3期生の中で最年長の石森理香ちゃん。理香さん。正解です。あ、やばい、1期生の子さんがいるな。それ無理だよ。それ無理だよ。めっちゃ引き付けた。全員把握してないよ、まだ。そうですね。石森理香ちゃんが最年少。はい。ちなみに最年少は又野さんと、小田倉さん。違います。はい。又野さんと、え？あれ誰だっけ？入った時16歳組ですよね。そうです。あれ？エンリコちゃん。エンリコちゃん違う。あれ？エンリコはだって谷口さんだったでしょ。あれ誰だ。じゃあ、マトムさんといるんだよ、もう一人。これまあ、点数にはなんないんだけどね。確かに。でもちょっと当てたい。あれ誰だ、小島さんも違うでしょ。違う。エンリコではない。ですよね。うん、あれ誰だ。この前の誕生日だったんですか。セブンティーンだった。あ、え、誕生日って言ってた。あ、そうだね。谷口ちゃんが遠くで多分祝ってた。え、それじゃなくてもみんなも言ってなかった。言ってる、言ってましたよね。遠くに上がるからね、誕生日の。え、誰わかんねえや。向井ちゃんですね。あ、向井ちゃん。そうはい、いいですね。はい、でもちゃんとこうやって答えれてることが不思議だよね。1年前だったらこんな名前スイスイ出てこないわ。本当に。あ、今間違えた。先生に対して上がってない。失礼だろお前、先生にそれ正解って出すのよ。失礼だろ。上がってないのに。なんで上から。7問目いきましょう。山崎天さんと同じ学年のメンバーをすべて答えなさい。え、この間 YouTube 上がってたの。ちょっと待って、1人は分かってる。うん、俺3人分かってる。え、3人3人ですべて。いや、分かんない。すべてだ。答えない。もう終わった。なんでおこぼれもらおうとしてるこの人。え、 YouTube に上がってたもんだって。見た、それ。確かに。たまには先に行けよ。ちょっと待って。絶対俺の取られるんだから。確かに。分かってる。うん、いや、でも何人か分かんないから全部で。そうね、だから何人かは分かってるのに。逆言って。なんで。いや、一回たまには。あゆりちゃん、
残念。タミグチさん、うん、はい、エンリコ、はい、小島さん、正解です。マジで。もうだってみんなで、3人でいいんだ。みんなでチーズドッグ食べてたもん。そうね、渋谷、あのいちご飴も食べてた。竹下通りで。てか待って、今のでもうカリアさんは負けがなくなった。あ、いや、今何問正解？五問目じゃない？え？今七問。次が八問目だから。5-2 ってことだね。いや、まだいけるくない？あと3問。だからあと3問を全部取らない。あ、そうか。ねえ、やばい。左手でやってあげようか。変わんなくない？どこまで言うか。いきますよ。はい。8問目。エリナ様と同じ学年のメンバーを答えなさい。いや、まずそれなんかね。だって。何ですか？言わない。え、確かに何人？いや、一人は確定で分かってる。うん、いや、三期生は分かるんですよ。うん、あ、二期生にいるかどうかと。そうです。うん、今年32だっけ？誰と間違ってるの？あ、違うか。32？逆にしてもまだ上なんだけど。23にしても。いや、やっぱ私と同じ年ぐらいに見える子ってことですよね。うん、でもそれで言ったらいないんだけど。それでいいか。じゃあ僕答えましょうか。はい、分かんないんで。はい、同い年でしょ。うん、村井さん、山下さん。そこは確定だ。はい。以上かな。2名。いる？小島さん、下下下下ね、なんかコマンドみたいなね。下下目の視力のやつね。上三角バツ。三角バツ。わかんない。あと一人ぐらいいそうだな。小田倉さん。小田倉さん。どうだ。残念。力弱いじゃん。あ、そういうこと。じゃあ村井ちゃんと山下ちゃんだけ。だけ。残念。違う。で、私そうなったらもう一人もう候補ある。それ言えよ。まあ、あとはじゃあもう早いもん勝ちね。え、早いもん勝ち？わかんない。でもこれが合ってるかは。誰？村井ちゃん。村井ちゃんと山下ちゃんと向井ちゃん。あ、いいと、いいと。さっき最年少って言ったよ。え、言ったっけ。いや、可能性としては中島さんなんだよな。え、中島さん。でも上、中島さん。うん、中島さん。え、でもそんなにないもんな。え、なんか頭おかしくなった。いや、村井ちゃんは確定でしょ。うん、村井さん、山下さん、小田倉さん、中島さん。なんか今動き気も違います。当てないよ君、俺勝っちゃうから。勝っちゃうじゃん。もう答え出る。山下ちゃん、村井ちゃん、小田倉ちゃん、村山ちゃん。そうです。しゃ、村山ちゃんまでですね。なんであそこ真ん中だけ。俺村山さん一個上だと思ってたわ。私も思ってた。うん、思うよね。あ、ちょっと大人っぽいからね。うん、そっか。これ4人一緒なんですよ。そうなんだ。ちなみにその一個上がいないんですよ。で、石森さんだ。いや、で、中島さん。あ、そうだ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 。ちょっと待って。そうだった、そうだった。その前にこの4人と同い年ってことに頭を抱える。そう。入ってても遜色ないんじゃない？遜色ない。え、なんか急に。え？全然。いや、全然。え、本当に？負けてないと思う。次にやりしょ。今負けた。今のリアクションで負けた。たった今。嘘でしょ。楽しい。さあ、
じゃあ残り2問です、ね、はい、2問とも当てれるのかどうか、ね、ちょっとでも先生の問題の作成が、あの今までの僕ら用にやってるんですよ。そう、余裕でしょ。だから残り2問は難しくした。難しいんだ。面白いじゃん。面白い女みたいな。さあ第9問、はい、谷口愛理さんに関する問題です。あ、いや、そんなことする。谷口愛理さんがそこ曲がったら桜坂でおすすめしたアニメのタイトルは何でしょう。あそれトークでも言ってました。言ってない。なんかトークで見たいって言ってたアニメは知ってるんです。私見たいじゃなくておすすめ。おすすめ、それはそうだね。見たことあるやつ、ね、あ、そう、見たことあるやつで、なんか次のこの話楽しみみたいなのを言ってるのは知ってる。それ違うかな。それとは違うか。別か。でもジョイマンさん好きな時代もあったでしょ、うん、ちなみに谷口さん相当のアニメ好きらしいです。あ、うん、だってめっちゃトークでアニメ好きしてる。マジマジで、はい、マジで当てていいですか。パタリロ。僕らでも見ない。アニメ好きならなぜパタリロ男で出てくる。逆に聞きたい。あれ違った、パタリロ違う。パタリロじゃない。ちなみに2017年、違うな、結構ちょっと古めかな。連載がその放映が、放映がでも漫画最近じゃない。あ、じゃあアニメか。漫画じゃないのか。漫画じゃない、アニメか。アニメが2017。ちょっと待ってね。最近じゃない。カラクリサーカス。あー、違う。アニメ好きのやつ言ってけばあったんじゃないか。そういうこと。じゃあちょっと一回トークで言ってたやつ言っていい。おい、いいよ。配給じゃない。あ、違うんだ。それは君にとってサービス問題すぎる。確かに。そう、だからなんかそれじゃあ面白くない、うん、思んないか。何確かにね、ジャンルね。そう、少年。ジャンルはね、ファンタジーですね。ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー。異世界ものってこと。異世界転生ではないか。ファンタジー、中1の時に見てたファンタジーだ。ファンタジーといえば、うん、魔法陣ぐるぐる。うん、僕の世代だ。タルルート君。僕の世代だ。パプワ君。なんで若干近いの。ぐるぐるともうパプワ君もう対なの。確かに。分かる人しか分かんないけど。ファンタジー。ですね、一応原作は漫画ですね。2017年。ジャンルでいくとダークファンタジーアドベンチャーみたいな。何ですかそれ。クレイモア。今じゃない。え、あ、でも異世界じゃないのか。リゼロ、リゼロじゃない。異世界じゃない。リゼロ異世界だよ。異世界、異世界、うん、でもファンタジー異世界じゃないでしょ。いや、異世界、異世界。え、異世界、異世界転生ではない。あ、転生だ。え、トリコ。いや、トリコじゃない。あの、なんだろう、少年誌じゃないですね。おほ。あ、これウェブ漫画。ウェブ漫画。うわ、2017年の、うん、2017年のウェブ漫画。2012年からやってる。誰も手つけてないって。そう、まだね。え、何。何。日暮らし。あ、違う。あれ、異世界じゃない。異世界じゃないじゃん。鈴宮春日。違う。異世界じゃないって。異世界だって。異世界じゃない。異世界転生じゃない。じゃないってこと。練習。俺知らないかもな。多分知らない可能性がある。主人公女の子ですか。主人公女の子。最初の文字だけもらおうよ。絶対わかんないけど。それはそう。うん。目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 。めぐみの大吾しか出てこない。ねえ、やめてよ。最後懐かしいな。目。はい。メイドロボ。ああ、それでもあるでしょ。なんとかさんちのメイドロボ。小林さんちのメイドロボ。だよね。
でもあるかわかんないけど、メコン川の流域でそれカタカナ全部カタカナでメコン川の流域で書いてある。メ、メ、これ知らないんだろうね、多分ね、二人ともね。メゾン一個ってカタカナ、カタカナじゃないな。メゾンドフルール知らないね、多分ね。多分知らないね、これね。もう一文字ください。メイドラゴンじゃないの。メイデン。ああ、あれな、アイアンメイデン、うん、あれはあのね、メイ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 ドまで合ってますよ。メイド合ってるメイド、メイド、メイドの、ちょっと、あとカタカナだって。メイ、メイド、メイ、は、うちのメイドがうざすぎるしか出てこない。どうしよう。なんだろう、メイド、メイド、メイド、いや、絶対知らない、知らないんだね。メイド、最後の文字はす、メイドプロデュースメイド、もう新しいアニメ作り始めてんじゃん。メイドさす、メイド、さすないよ、メイドだけは。出た、メイド、はい、正解お願いします。はい、もうダメだね。はい、メイドインアビス。ああ、え、うわ、一番いいよ。え、最近じゃん。17年。え、で、原作2012年。2012年。あ、そう、うわ、俺この間ちょうどメイドインアビスの話してましたよ。めっちゃ面白いんすよって俺おすすめしてたわHG さんやっちゃってんじゃん。うわ、でもメイドまで出てて最後がスだよって言ってるのにそれでも出なかったね。いや確かにね、これね、覚えにくいのよ。あと異世界、まあそうか、異世界でしょ。確かに異世界、まあそうか、ファンタジーではあるもんね。確かに、うん、間違ってない。それこそリコだしね。そうなんです、うん、主人公リコ。そうなの。エンリコだ、エンリコ、はい、はい、ぜひ見てください。アニメ好きだったらめちゃめちゃ面白いめっちゃ面白い、面白いんだ。これグロいけどね。そう、ちょっとグロめだけどね。そうなんだ。谷口さんも同じこと言ってました。あれや、ちょっとグロいけどいいです。え、俺が教えてないどこで繋がってる。むしろだとするならば、これ言ってた。谷ちゃん見てるじゃないの。見てる。ちょっとこれに関しては見ないでほしいでももう俺の価値観決定。決定、よっしゃ。じゃあもう一問ぐらい増やすよ、ね、エキシビジョン行こうかな。エキシビジョン、じゃあこれ取った方が5点にしましょうか。おぉということで問題です。村井優さんに関する問題です、はい、村井優さんがオーディションの歌唱審査の時歌った歌は何でしょう。うわ、マジで知らないかも。知ってる、聞いたことあるんですか。めっちゃ聞いたことある、絶対。あ、だってか曲はみんな知ってる。みんな知ってる。ドラえもん。歌唱審査やね。ギャップ。ギャップじゃねえよ。いや、これわからんな。絶対は思い出せない。俺そんな話した気するんすよね、多分。どこかで。歌唱審査あったんだ。それある。それあるでしょ。アイドルの審査で歌唱審査ないわ。確かに。あ、これわからんな。じゃあヒントいきましょうか、はい、冬の歌です。雪の花。正解なんでいや、そこまで来たら、そこまで来たら分かります。早かったね。めっちゃ早かった。迷ってたんで。知ってたでしょ。なんでと迷ってたんですか。いやいや、どれだろうなっていう、そのイメージはあったんだ。オーディションで歌ってた曲を誰の情報かが分からなかったね。なるほどね、他にもいるからね。そう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 、ということで、すごい、素晴らしい、素晴らしい、推しのことをちゃんと覚えてた。本当ですね。偉かったじゃん。はい、分かんないけどまあでも少なくともこれで上下はつきましたね。あ、本当や。英語使いましたからちゃんと。これで光谷さんの方が、しっかりと復習ができてるということになりました、ね。まあ復習というか、まあ当然というか、ね、曲のことに関しては負けないんだけどな。いや、負けてたよ。負けてた。曲、負けてた、負けてた、負けてた。え、曲、あ、でもそうか。え、
確かにね、曲タイトルの関する問題取ってる。いやいや、これ撮ってるもん。え、じゃあ、あれじゃあ、私ノーバディッツフォルト前やったじゃないですか、イントロクイズ。イントロは勝ってたもん、ね、絶対勝つ、イントロやったら。いや、それがね、最近めちゃめちゃ強い、俺。まあまあ、だから、君の負けだよ。悔しい。ちゃんとまだまだですね。曲に関しては一緒のレベルですよ。一緒のレベル、うん、だから、もうちょっと勉強しましょう。いや、それはね、ラボでね、勉強する。違う、ラボでねえじゃない、俺に言うな。立場が違うからだからといって、完璧ではないからね。いやいや、でも、完全なる勝ち。まあ、今回はでも完全なる勝ち。まあ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 、うん、まあ、いや、俺も譲りたかったよ、本当はね。そう、挑戦しようとしたよ。うん、したよ。だって、俺が立場弱い方が面白いんでしょ、みんな見てて。まあまあ、確かに。勝っちゃった。腹立つね。どうしよう。勝っちゃった。殴りたくなるから。殴らないで。事故になるから。まあ、気をつけます。勝っちゃった。まあ、まあ、ということで。まあまあまあ、そういうこともある。うん、ね、こっからまた、ね、再試験やったりとかね。うん、再試していきましょう。研究員と。研究員、ね、研究席。何何君を研究生見習い、うん、あ、見習い、研究員の研究生の見習い、なんかの研修生遠くない、なんか、なんか遠すぎるね、遠すぎない、なんかもうただの他人みたいな、まあ、ということで、はい、立てつくの、はい、でも知らないことあったらつついていいんだよ、確かに確かに、はい、え、そんなの知らないの、立場が違う、あるある、なんかずっと何か言ってんだけど、さあ、果たしてこれが1ヶ月後どうなっているのかあとちょっとなんだから仲良くしましょう。僕はだから前回先生に言ったんだから、そのいや先生もう隠すのやめていいですか本気出していいですか、うん、出たわ、なんかそうもう知らないフリーはいいですかって言っちゃったんだ、めっちゃったから、うんね、置いていくよ、やば、俺が出る、地頭の差だるはぁ、あれだよ、変な話、いろいろ見ときゃいいんだから、確かに、あの調べればすぐ全部出てくる話、確かに、やってください。はい、ということで今日はこの辺で、はい、お疲れ様でした。お願いします。